テテレ東ワールドポリティクス豊島新作です今回の解説のテーマは中国のの立立場に立った台湾侵攻の論理ですもし中国人民解放軍が台湾に軍事侵攻するとすればいかなるロジックでそれを正当化するのか中国人民解放軍の軍人が書いた本を中心に解説していきたいと思います。 ただこれまで中国が繰り返し主張してきた内容を単に説明するだけではありません中国はあくまで台湾というのは中国の一部なので軍事的な手段を含めて台湾を統一するというのはあくまで国内問題だと中国の自由だというふうに主張していますただ今回の解説ではある意味でその基本的なロジックを突き詰めた本音の部分といったところを詳しく見ていくことになります 特に中国の台湾侵攻について最大のハードルは太平洋におけるアメリカの軍事力なわけなんですけれどもそのアメリカに対してどういうロジックで台湾侵攻の正当性を主張するのかここではですね意外にもアメリカに対する賞賛が出てきたりしてするわけなんですけれどもまた軍事侵攻か圧力で台湾のと統一が成功した場合これ中国にとって成功した場合ですね中国は台湾をどう支配するのかそして中国というのは軍事侵攻に必要な軍事力を どんな論理・ロジックで構築してきたのかについても解説したいと思います念のために言っておきますと決して台湾侵攻を肯定するものではありませんあくまで中国の立場でその論理を解説するというものです今回は習近平主席の考え方のもとを作ったとみられる中国国防大学教授で人民解放軍の上級大佐でもある劉明福氏の書いた本「中国軍事強国への夢」を中心に読み解いていきます 劉上級大佐は2010年に中国の夢という本を書いて中国でベストセラーになっています中国はアメリカを追い越し打ち勝って世界一の大国になるという趣旨の内容なんですけれども当時の胡錦濤政権は 国外のの反発を嫌っててかこの本白金処分にされてしまいまいししたしかし2012年に習近平政権が発足しますとこの発禁が解除されですねさらにこの習近平氏はこの中国の夢という言葉を重要な会議で繰り返し言及し最も重要な政治スローガンの一つとなっているわけなんです。 このため、劉大佐は習近平氏の軍師の一人戦略ブレーンなどと言われることもありますけれども2020年にはさらに新時代中国、強軍の夢という本を出版しましたしかしですね中国でやはり検閲が厳しかったのか劉氏は言いたいことが十分に言えなかったようでこの本もですね一部検閲の対象になって削除された部分があったようでしてこの劉氏の主張をですね中国の夢のいわば続編として日本語でまとめたのがこちらの中国軍 軍事強国への夢という本になります中国情勢に詳しい国際コラムニストの加藤義和氏が劉氏からです、ね、原稿を預かって中国語版ではです、ね、チャプターとしてすら出てこない台湾問題まで盛り込んで日本語の本になっています。 元は中国の国内向けに書かれたという点、習近平政権への忖度や配慮もある程度ある、それを割り引いたとしてもですね、やはり非常にこれ端的で分かりやすい本になっていまして、私個人としては本の内容にはもちろん全く賛同できないんですけれども、この本のですね、明快な論理展開というのは、ある種中国の建前を無視していて、正直であってですね、もうしょあの率直に見事だとすら思ってしまいました。 まあ今回、ですねこの内容世界日本語で世界初出版となったわけなんですけれども日本のようにですね言論の自由がまあ日本あるわけなんですけど言論の自由がない中国ではですね中国当局の公式発表というのは本当なのかこれどこまで建て前でどこまで本音なのかというのはなかなか押し上がることが難しいんですけれどもこの本にはですねその率直な中国の本音尖った本音というのがあるいは戦略その手の内が書いてあるようにも見えるわけなんです。 またですね中国の超高派が書いた本ということなわけなんですけれども中国政府のですね、まあ、記者会見なんかに出てくる当局者のようにですね、まあ、なんとなくそういうことを言う人というのは高圧的な態度を取る人物だというような印象をちょっとつい抱きがちになってしまうんですけれども翻訳者の加藤さんによりますと劉大佐というのは非常に謙虚でかつ人の話をよく聞く勤勉な人物であるということなんですね。 この本の内容からもその論理性というのは伝わるんですけれども一方でこういった冷静な軍人を抱える中国というのはやはり侮れないなとも思ってしまいます翻って日本の戦略をこれから考える上ではですねある意味非常に参考になる本だとも思います自衛隊にとって日本の自衛隊にとって最大の仮想敵というのは中国人民解放軍ですけれども少なくともその敵を知る上では重要な本になるのではないかと思います この本を中心に解説するんですけれども去年、これ中国で入手しました中国共産党のいわばまあ教科書ともいえる習近平国家運営を語るというまあ習近平語録なども参考にしています。 一方でですね、アメリカの視点で言いますと、中国が戦った過去の戦争の研究で有名な、マサチューセッツ工科大のテイラー・フレーベル教授の書籍、ストロング・ボーダーズ・セキュア・ネーション・コーポレーション・アンド・コンフィクト・イン・チャーナ・ストラチューナ・テリトリアル・ディスピューツ、翻訳出ました、これ、中国の領土紛争、武力行使と妥協の論理。 これあの台湾をめぐるですね過去の軍事衝突などについても詳しく書かれていてまあ、この本も非常に興味深いんですが参考にしました。これも最近、あの翻訳が出ました。そしてバイデン政権の国家安全保障会議でえ中国台湾担当副上級部長ラッシュ同士のザ・ロングゲーム、チャイナズ・グランド・ストラティジー・トゥ・ディスプレイス・アメリカン・オーダーという中国の大戦略、派遣ダッシュへのロングゲーム、これもですねあの最近、翻訳が出ましたけれども参考にしています。まあ また、あのこれはあの中国の軍事力の構築、そのロジックについてはかなり解説では引用させてもらっています。これも非常に興味深いので、ぜひ読んでいただければと思います。また、ですねこちら、数年前の著作ですけれども、中国は2049年までにアメリカにとって変わるつもりだと主張し、アメリカが根本的に対中認識を改めるきっかけ、その大きな流れを使ったといわれるチャイナ2049。最近、この2049年、前倒しされたとも言われますけれども、この本も参考にしました。さらに新しい本としましては、日本経済新聞、桃井友利中国総局長の習近平 政権の権の力構造など今回はですね日,本語日本語で読める参考文献を並べました。この桃井総局長の本なんかはかなりあの図解なんかも出てて非常に分かりやすいです。おおむねこうした文献を読みますと、中国の戦略、続いてはおおむね現代、最新のものも含めて理解できるので、やや難解なもの、少しちょっと値段が高いものもあるんですけれども、ぜひご一読いただければと思います。その他の参考資料はご覧の通りというふうになっています。概要欄にはですねリンクも貼っておりますので、そちらもご覧いただければと思います。 では、中国の台湾侵攻の論理について考えていきたいんですけれども習近平主席は2023年末にも改めて台湾の祖国からの分裂を断固として阻止し祖国は再統一されなければならず再必然的に再統一されるとして台湾をです、ね、中国に組み入れていく意思というのを改めて強調しています。 でではですねそれはいつなのかということアメリカのウィリアム・バーンズ CIA 長官によりますと習近平主席が2027年までに台湾侵攻を成功させるための準備を行うよう軍に指示しているとの認識を示しています。 2027年というのは、これ一体、いつ、どういう年なのかと言いますと、中国自民解放軍創設100周年の節目になるんですね。そして同時に習近平主席が中国共産党総書記として3期目を迎える最後の年にも当たります。 ただですね、これは2027年に直ちに侵攻が起こるというよりも、まあ、2027年以降はいつ起こっても,もおかしくないとい,という可能性、その可能性が高格段に高まるというものではないかというふうにも見られています。それも踏まえながら、今回この中国軍事強国への夢を読んでいきたいと思います。 まずですね台湾をめぐる軍事衝突が起こった場合、当然サイバー戦ですとか情報戦、さまざまな戦いがいろんなドメインで繰り広げられると思うんですけれども、やはりですね本質的な戦いは海での海戦になるのではないかとも見られています、物理的な戦闘においては。ですねただ、ですね古来から中国というのは、陸戦、海戦よりもですね陸上での戦い、陸戦が主体のランドパワー、つまり大陸国家でもありました。 なので、台湾をはじめですね、太平洋に進出していくにあたって、海軍を増強して、いわゆる海洋国家シーパワーへと自らをなんとか変貌させようとしてきたわけなんです。その背景についてですね、劉大佐は本の中で、海洋とは青い国土であり、戦略的な新領土とも言える。 そしして海洋へのの中国の野心を隠そうともしませんまたですね、歴史的を振り返って、世界の近代史というのは、西側国家が海洋に軍事進出したことにより始まった。国家が海洋へと向かえば進攻し、海洋を手放せば衰退が待ち受けていることを近代史は物語っている。このためですね、軍事闘争の重点と重心を海洋に移さなければならない。 強大な政界権を手にするために強大な海軍が必要だというふうに書いているわけです。実際に中国はですね、海軍の能力増強というのを近年進めてきているわけなんですねち。ちなみにですね、中国と向き合うアメリカ、そして日本は歴史的に海軍の力が強い海洋国家、シーパワーだったわけなんです。このシーパワーとしての日本とアメリカにランドパワーから、まあ、なんとかシーパワーになろうとしている中国が向き合っている。 という状況になっているわけなんです。もちろんですね、中国も台湾は平和的に統一したいというのが理想ではあります。コストもかかりません。習近平主席も平和統一を掲げています。大砲の弾を一発も撃たずに、香港のようにじわりと国家の一部として組み込んで、犠牲を出さず、まあ、民主主義ではなくですね、いわば独裁体制を押し付けるようなまあことになる。まあそういった結果になってくるような状況を生み出したいというふうに思っていると見られるわけなんですが、 ただですね平和統一というのはあくまで軍事力に裏打ちされた統一であり武力で強制する平和統一ということになります習主席もですね武力行使の放棄は約束しないと最終的には軍事力の行使軍事侵攻もあり得るということは明確にしていますそして劉大佐はよりはっきりとですね 海軍力を中心とした軍事力、武力という手段がなければ平和的統一を実現することは難しいと、平和統一のリアルについて書いているわけなんです。 でではですねその先から出てくるこの平和という言葉、平和について中国はどう考えているのか。中国政府もですね到底当然、建前として平和の重要性というのは再三強調するわけなんですけれども、実はですね根底には極めてリアル、冷静な平和に対する認識というのがあります。劉大佐はですねこれ70ページですが、利益と国力こそが国際関係の本質なのだ。国力を持たずして 誰が平和を与えてくれるだろうかというふうに書いています。これは日本のいわゆる日本の平和主義とですね、全く異なるような論理が展開されていきますので、少し詳しく見ていきたいと思います。まず台湾統一にあたってはですね、率直にですね、もうそもそも平和は優先されないというふうに説いています。つまり中国にとって平和よりももっと大事なものがあるんだということなんですね。 71ページ以降の記述を見ていくんですけれども、国際政治のリアリズムとは、いわゆるモラルの問題をですね、これ多分に含む内容なので、ちょっと詳しく見ていきます。まずですね、中国は、これ、劉大さんの本によりますと、中国は平和的発展を堅持するが、発展は平和よりも尊い。中国は平和を守るために、発展を犠牲にしてはならないと書いてあります。中国は発展のために戦闘を実行しなければならない。 そして2番目中国は平和的対等を堅持するが対等は平和よりも尊い中華民族は19世紀の凋落、20世紀の戦争を経てようやく21世紀になって偉大なる復興を実現するチャンスが到来している国家の命運が頂点に達する千載一遇の歴史的景気なのだとありますそして3番目中国は平和的解決を堅持するが主権は平和よりも尊いと言います そして4番目中国は平和的統一を堅持するが統一は平和よりも尊い平和的統一を堅持するために台湾独立勢力による分裂と独立を容認するわけにはいかないのだと書いていますさらに率直にですね我々は平和を犠牲にすることで統一を死守しなければならないと言っていますつまり平和を犠牲にすることは必要なんだと繰り返し何度も言っているわけですねもうはっきり言っているわけです さらにですね、最後に一番これ平和について率直でリアルな考察があります。これが平和の区分という考察です。5番目ですが、中国は平和的外交を堅持するが、中国外交の原則は平和よりも尊い。平和には政治的区分というものがある。平等、公正、正義の原則に基づいた平和もあれば、妥協、譲歩、屈服、売国、投降によって得られる平和もある。挑発者を前にして闘争しなければ平和は生まれる。 圧迫者を前にして抗争しなければ平和は生まれる。侵略者を前にして抵抗しなければ平和は生まれる。つまり、すべての平和が栄光あるものではないということだ。原則を失った平和は屈辱でしかないのだと言ってるんですね。 もはやここまで言われるとですね、ある意味すっきりすると言いますか、この平和の区分というのは、はっきり言えばですね、正論でもありますので、なかなかストレートにですね、反論していくのは難しいのではないかとも思ったりしてします。ある意味ですね、平和よりも重要なものがある。平和は時にですね、屈辱でしかないということを明確に言っているわけです。これでまあ中国の考え方というのがよりはっきり見えてきますし、中国は平和よりも優先すべき論理がこれほどあるんだというのがわかります。 一方で、ですねこの中国の論理に日本のですねいわゆる平和主義の論理というのがどれだけ対抗できるのかということ、これを日本人はもしかすると考えなければならないようにも思えてくるわけなんですね。しかし、この論理、特に平和の政治的な区分については、ですね中国自身が侵略者、圧迫者になって、ですね台湾の人々に屈辱的な平和を押し付けるという視点はおそらくないのではないかと思います。 これはは香港ででも同じではないいかと思いますねつまり台湾の人々が中国に屈服した平和を選ぶのかどうか屈辱的な平和を選ぶのかどうかその意味を考えるためにおいても、まあ、ある種、まあ、出てくるような区分でもあるように見えるんですねなおこの平和についてはですね習近平主席が人民解放軍は平和病を防ぎ治癒しなければならないと強調しているということなんですね 平和病とは何かと言いますとこれ劉大さんによりますと戦略的思考において危機感を失い平和的幻想の境地に陥ることを意味するんだそうです実際200年前の中国というのは世界の変化に気づかず西側列強に100年にわたって痛烈に叩かれ続けたと指摘しています 的な歴史的な背景からですね中国の政治指導部にはそもそも外国を根源的に信用しないという基本的な考え方が根強くありますかつてですね西欧列強に中国どんどん侵略されましたので基本的に海外特に西側は信用しないという考え方があるわけです、まあ、こうしたですね平和病についての考察というのはもしかしますると日本の一部からは戦後の日本にも当てはまるのではないかという主張する人も出てくるのかもしれません そしてこうした論理中国の強硬姿勢というのは日本やアメリカから見ますと東アジアの安定という現状を変える試みとしてですね強く批判されるべき論理ということになるんですねただこれに対して劉大佐は反論します歴史を振り返ると世界の大国は分裂勢力を阻止して国家の統一を死守する際平和的手段によって問題が解決しない場合は武力行使をしてきたと。 つまり、お前たちもやってきたじゃないかというふうに言っているわけです。大佐の本に書いているわけではないんですけれども、まあ、これ単純化はできませんが、確かにですね、実際、イギリスは例えば北アイルランドで分離独立の動きというのをまあ武力で抑え込んできましたし、フランスなどもアルジェリアの独立を軍事力で阻止しようとしてきました。そういった過去が、まあ、欧米、西側はありますので、確かに西側諸国が過去にです、ね、行ってきた、軍事力でそういったことを抑えつけてきたということは、毎挙にいとまはありません。 ただですね、劉大佐が特に注目したのはアメリカの歴史だったんですね。台湾への軍事侵攻にあたって、最大の壁、中国にとって最大の壁になるのがアメリカ軍、アメリカなんですけれども、そのアメリカに対して劉大佐は意外にもですね、このアメリカの歴史を称賛しているんです。これどういうことかと言いますと、劉大佐が引き合いに出すのは1861年から65年にかけてのアメリカの南北戦争です。 これはアメリカの南部、サウスカロライナ、ジョージア、フロリダ、アラバマ、ミシシッピ、ルイジアナ、テキサス州などが合衆国連邦から離脱し、アメリカ連合国 CSA、コンフェデレート・ステイト・オブ・アメリカの建国を宣言して始まった戦争なわけなんですけれども、 国土のですね、これ、竜大戦に言いますと、4分の1から人口の3分の1ぐらいが、分離独立する、アメリカから分離独立する事態になったわけなんですけれども、北部はエイブラムハム・リンカーン大統領総司令官として、この南部と戦っていくことになるわけなんですね。南北合わせまして、60万人を超える人が犠牲になりながら、北部が勝利しまして、アメリカは2つに分断することなく、分裂することなく、統一を維持して、1つのアメリカに留まったわけですね。つまり、 アメリカは統一を維持したというふうに劉大佐は評価します。たとえ内戦で大勢の国民が死亡する多大な犠牲を払ったとしても、この統一を守ったことが、その後のアメリカの世界における地位の大幅に向上させたというふうに評価しているわけなんです。大佐はですね、南北戦争を詳細に研究した上で、特に戦争を率いたリンカーンは、 米国の統統一ををしした偉大大なる大統領だと林間を高く称賛して評価していますもしです、ね、台湾統一を成し遂げれば習近平主席も偉大なる指導者としてこれ称賛されることになるんでしょう。またです、ね、当時の南部にあった奴隷制に関してかつての香港ですとか今の台湾での統治を指す中国の一国二制度にわざとですね重ねてるんですね。 つまり、奴隷を廃止した北部と奴隷制度を維持した南部のアメリカは、一国二制度の状態だった。としかし、北部の統一戦争の勝利によって、制度的な統一が実現したんだというふうに劉大さが書いています。つまり、中国は台湾と今もですね、一国二制度という建前なんですけれども、いずれ制度的統一を成し遂げるということですね。中国の制度的統一、いわば一国一制度も正当化されるという論理につながってくるわけなんです。つまり、 台湾の武力統一に強く反対するアメリカもですねかつては祖国統一戦争を戦って多くの犠牲を出しながら武力によって国の統一を守ったじゃないかとだったら中国が今も同じことをやる権利は当然あるんだという論理になるわけですアメリカ南北戦争がアメリカの内戦だったようにですね台湾との戦争は戦争の性質としてもやはり中国の内戦なのだというふうに主張しているわけなんですね では平和的な統一ではなくてこれ戦争による統一になるのかどうかという点を見ていきたいと思います。ここもですね60万人を